こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。今回ですね、弊社が運営しておりますアニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラクジョブ、こちらですね、こちらの方にですね、掲載されております、求人に関しまして、ご紹介させていただきます。今回ですね、株式会社ウィンライト、こちらの会社さんから 3DCG デザイナーの、募集がございます。で、ウィンライトさんですね、ちょっと前まで、秋葉原、ベルサールの方にですね、拠点を構えていたんですけれども、今はですね、品川の方に移っております、虎ノ門ヒルズのすぐ近くですね。で、こちらの会社さん、ゲーム会社としましてですね、もう長い間、ロングラン、タイトルをですね、リリースしております。運営しております。エレメンタルナイツオンライン。こちらのゲームですね、まずガラケーとして、もう10年ぐらい前に、リリースしまして、そちらを3年前に、スマホ版に移植。そういった意味ではですね、かれこれ10年以上の間、一つのタイトルというところで、スマホ向けにですね、ゲームが配信され続けています。これすごいですよね。他の会社さんにはまずないと思いますね。何かしらブランドとして残っているというような話はあるかと思うんですけれども、そうではなく本当に一つのタイトルがそれだけ長い間、繰り返し多くの方々に遊んでいただけているという状態は本当に素晴らしいと思いますね。そちらの会社さんの方で、社長の藤本さんにもお話は聞いたんですけれども、今後もですね、10年、20年、100年愛され続けるゲームを作りたいと。これ何を意味するかというと、やっぱりゲームそのものは、変わらざるを得ないですよね。デバイスの進化とともに、ガラケーからスマホに進化したように、これからもですね、新しいデバイスに対応した形にもなると思います。あるいはですね、グラフィックの表現というところもそうでしょうし、あるいは、ゲーム内でのですね、イベントストーリーの追加等もですね、もちろんあると思います。そういった意味でもですね、変化はあります。変化はあっても、それがエレメンタルナイツオンラインであることは変わりがない。そのですね、あるいはウィンライツが、リリースするゲームであることには変わりないと。そういったところではですね、やはり本当に愛に溢れた会社だなと、そういうふうにですね、私は個人的に思っております。一つのゲームをですね、そこまで、しっかりとですね、ある意味で我が子のように、その会社の子供のようにですね、成長を見守っている感じというのが、もうすごい伝わってきますので、そちらの方でですね、今度 3DCG のデザイナーさんを探していらっしゃるんですけれども、そういった意味ではですね、今後も長い目を見ながらですね、自分と会社と、会社の配信しているゲームと、その3つのですね、成長につなげていきたいと、そういう思いがある方にとってはですね、最高の会社になると思います。ぜひともですね、ラクジョブ一度まずは、検索していただいて、こちらの方からですね、ウィンライト 3DCG デザイナーの募集、見てみていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。